どうも、一応です。はい、今回はこちらです。はい、シャドウガチャですね。もう、締め切りが迫ってきてまして、はい、その中でもミスリル50溜まったんで、11連1回だけ、回していきたいと思います。はい、で、なんでこれね、回すかっていうと、まあ、ちょっとごめんなさい、お知らせきましたね。はい、まあ、6、好きなシリーズでもあるっていうのもあるんですが、シャドウがですね、僕、新しめの闇チェインを持ってて、待機なしで99だっけかのやつなんだけど、それ以外ね、全然超絶1個持ってるかどうかだったかな、はい、しかないので、覚醒欲しいんですよね、シャドウの覚醒。はい、これ取れば覚醒打ちながらチェーン役もできるっていう感じになるので、もうピンポイントでここ欲しいっすね。はい、まあガウとか、まあ来たら嬉しいんですけど、まあガウとかレオ将軍とか、どうですかね。他の6メンバー結構まあね、装備持ってますので、レギュラーに食い込んでこれないかもしれないけど、逆に新奥義とかだけもらってもちょっとしょうがないって感じなんで、やっぱそうですね、これ欲しいですね。はい、このね、絵をちゃんと目に焼き付けておいて11連いきたいと思います。シャドウ来い。はい、今回はモグは来なくていいっすよ。シャドウの覚醒来い。よいしょ、2個 OK。 このうちの2個にシャドウの覚醒入っててくださいと。よいしょ、違う、ガウですな、ガウですな。はい、違う、くそ、積もれなかったっすね。まあまあまあいいんですけど、あれガウじゃねえ、あ違う、これん猫の爪、あこれガウっすね、あ違うな、これはあれガウ、あれこれもガウ、あえ違うのこれ、ええどういうことこれ。ガウ覚醒2つ来ましたよ。はい、なんじゃこりゃ、あれラインナップに2つ入ってました、あれ2つ入ってたっけ、ガウなんか2つ来ましたけど、あ入ってましたね、オッケー、これ2つ来たのか、そっか、ガウ使えってことなのかこれは。まあ風だよね、うーん、風まといで、こっちがあれか、ツインエレメントか。はい、ガウの覚醒2つ入ってるってちゃんと見てなかったからね、シャドウしかちょっと、はい、眼中になかったんで、まあこれはこれでいいんですけどね、覚醒2枚のキャラなんでそうそうザラにいませんし、いやーでもな、使いこなせるかどうかって感じっすよね。風、雷、まあ雷物理これでいけるって考えりゃいいのかな。いやでもな、剥がされたら終わりですしね、一回剥がされたら終わりだから、まあまあまあいいでしょう。はい、まあ一人のキャラにね、覚醒2枚一気に継いだってことで、これはこれでまあ戦力アップですわ。いやでもでもここ欲しかったなって感じですけど、まあいいです。はい、はい、いいです。まあこれからはね、そのチェーン役の覚醒っていうのもどんどん積極的に狙っていきたいなと思います。はい、でもやっぱり一番はね、自分の好きなキャラとかシリーズのためにミスリルを使っていきたいなと思います。ごめんなさい、先からお知らせ申し訳ない。はい、そんな感じで、じゃあそうですね、ティナの新奥義とかね、セリスの新奥義とかまた来るかもしれませんので、それまでミスリル貯めたいと思います。はい、じゃあそんな感じで今回これで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。